オリオンです。今回の雑学はこちら。はい、タクシーと接触したら勝ち目はないというのは本当かと。素人ドライバーとタクシーが接触事故を起こせば勝ち目がないというが、それはなぜかと。タクシー会社には事故の専門スタッフがいる。このスタッフは賠償責任をゼロに近づけるために存在している。なので示談で話し合うと、まずタクシー会社の方が有利になる。それに彼らは警察より早く現場に来る。そして言い分も聞いて有利に持っていく。そんな時は警察をすぐに連絡して話を聞いてもらうことと。はい、ということです。